ばんは。浴衣着てみた。こんばんは。やっほー。イエイイエイ。なんかもともと言ってなくて、そういえば今日浴衣のなんとかかんとかだなと思って、久しぶりにこの浴衣着てみました。ありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。去年来たんですよね、この浴衣。久しぶりに来ました。こんばんは。でもね、お風呂上がりなんですよ、だからなんかパジャマみたいな感じ。パジャマ代わりみたいな感じ。そんな風に見えない。そう。こんばんは。ギフトありがとう。おみかんさんめっちゃ可愛い、ありがとう。カタカナのタカさんめっちゃ可愛い、ありがとう。ヨッシーさん可愛い、ありがとう。くじまささん似合う、ありがとう。かわいい、ありがとう。けんけんさん、かわいい、ありがとう。かわいい、たくさんありがとうございます。明日は残念ながらクワトロが中止になりましたね。残念ながら皆さんにお会いしたかったです。浴衣の本来の使い方、ああ確かにお風呂上がりに着るっていう。こんばんは。そうですね、仕方ないけど残念ですね。明日のために今夜から広島入りしてましたが、仕方ないですね。ああ、そういう方もいますよね。ありがとうございます。そうなんですよ、メイクをしてなくて。リップしかしてなくて。ちゃんとなんかね、明日が中止になるって早い段階で知ってたら、ちゃんとメイクとかしてやろうかな、やれたんですけどね。こんばんは。皆さんも体には気をつけてください。お体にはしっかり感染対策してくださいね。花火ありがとうございます。花火ありがとう。
しぶりに浴衣着ました。こんばんは。帯を見せて嫌です。嫌です。バンジー組、あー確かにね、そうですよね。見たかったですね、バンジー。あ、ちょっとすぐね、ここがね、緩くなるんですよね。髪飾りお花を挿してるだけですよ、こっちに。紫似合ってる、ありがとうございます。ありがとう。まあ、ちょっとでもお祭り気分を味わえました、今日は。浴衣を着て、こんばんは。浴衣の思い出ですか。私はですね、中学校1年生の時に、なんか地元のなんかお祭り、なんかスーパーとコラボしたなんかお祭りがあって、でそれをね、それにあの買ったばっかりの浴衣を着て友達と行ったんですよ。5人ぐらいで、バスケ部の友達と。そしたら誰よりもなんか気合い入りすぎてて、誰よりもなんかね、髪の毛も浴衣もなんかバチバチに決めすぎて逆に浮いたっていう話。こんばんは。なんかあの転校してきて、転校してきてもうなんか数ヶ月経った後だったんですよ。4月に越してきて4ヶ月後とかだったので、なのでそのお祭りがどういうお祭りかっていうのが分からなくて、でなんか浴衣買って、お母さんに買ってもらって、で着付けてもらって、で髪の毛もしてもらって行ったんですよ。そしたらそこまでなんか決めるほど大規模でもなかったし、そう、地元のちょっとしたお祭りだったんで、なんかちょっと逆に恥ずかしかったっていう。なんかみんなもなんか、あ、ジンベエ着ていくよとか、浴衣、あ、着るかもみたいな言ってて、でもその時あの携帯とか持ってなかったから、なんか、あ、そうなんやみたいな感じで、じゃあまたあの、なんかあったら電話するねぐらいの、お家に電話するねみたいな感じだったんですよ。で待ち合わせたらなんか私一人だけバチバチに決めてて、すごい恥ずかしかったっていう浴衣の思い出ですね。なんかね、かわいい、なんかこう、なんだろう、可愛すぎて浮いてたみたいな感じな雰囲気じゃなかった。なんか、なんやろ、一人だけちょっと場違い感半端ないみたいな感じだった。一人だけガチみたいな、それが思い出です。はい、今日は浴衣を着てます。盆踊りがうまそう。なんかね、そうなんですよ、あのやっぱ転校とかするとその地元の催しがどんな感じなのかが
本当にわからないから、なんかそういうこと結構多かった。なんか手抜きで、逆に手抜きで言ったりしたら、あ、みんなちゃんとしてるみたいな。その雰囲気がなかなかね、転勤族は合わせるのが大変ですよ。っていう話です。でなんかしかも地元のなんか踊りとかがあると、なんか伝統的な踊りとかがあったりしたら全くついていけないんですよね。なんか盆踊りのなんとか踊りとかあるんですけど全然わかんなくて、大変だったな。地元の踊り。わかる？そうそう、花火ありがとうございます。皆さん、かわいいとか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 、花火とか、花火とか、花火とか。ありがとうございます。なんか前もって浴衣着まーすって言ったらよかったね。なんかいきなり浴衣着てきたやつみたいな感じになってるね私。また恥ずかしくなってきた。どうしよう、着替えようかな。ゲリラ浴衣です。サプライズ、サプライズするつもりなかったんですけどね、なんかなんとなく浴衣着てもいいかなって思ったので浴衣を着ました。他の2期生も浴衣、あ、そうなんですか。なんかね、浴衣デーなんですよね今日、確か多分。それを30分前ぐらいに思い出してパパって来ました。配信のためだけに浴衣、そうですね。かわいい、ありがとうございます。あ、ラジオを聞いてくださった方ありがとうございました。今日は1回目、初めてのありありありを第1回目でした。こんばんは、こんばんは。浴衣に合わせてリップが紫ピンク、気のせいじゃないです。すごい、よくお気づきになられました。すごい。若干ピンクなんですよ、若干ちょっと青みピンクリップをつけてるんですよ。気のせいじゃない。サーティワン美味しかったですね。アイスはこの時期美味しいですね。こんばんは。好きな屋台はありますか？好きな屋台、そうですね、そうですね。好きな屋台、あ、でもベビーカステラはよく、てかマストですね。ベビカスはよく食べますね、お祭り行ったら。ベビーカステラ、なんか兵庫は福玉焼きってあって、中が
半生や生焼きみたいな、なんか中がね焼けてないやつとかが、焼けてないやつっていうかわざとなんかこうクリーム状になってるのがあって、それ美味しいですね。福玉焼き、そうそう、確か福玉焼きでした。かわいい、ありがとうございます。でもなんかそれがお腹を壊すからなんか禁止になったような気がする、中止になった気がする。こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。そうそうそう、半生、うん、なんか本当にクリームが入ってるのか、生焼なんか半熟なんやら、そのさ、あの目玉焼きでもさ完熟か半熟かみたいなあるじゃん、あるやんか、なんかそんな感じで、そのベビーカステラもなんかあの完熟半熟みたいな感じで、そうそうそう、それが半熟なのが福玉焼きって言って兵庫では売られてたんですけど、それが今の時期はちょっと売られてないみたいですね。あるやんか、あるやんか、関西弁でした私なんかもう分からん、何語喋っとるんか私よく分かんないですよね。こんばんは。福玉焼きはね生田神社とかに売ってありますね。生田神社にのあれに屋台とかに売ってるので、気になったらもし販売がまた再開されたら生田神社に行ってみてください明石焼き意識して、ああそうなんかな、兵庫って言ったら明石焼きやしね。うん、生田神社の初詣め、うん、めっちゃ混みますね。確かに浴衣姿めちゃくちゃ可愛いです、ありがとうございますありがとう。うん、三宮近いですよ、生田神社。そういえば七並べのランキングを100位から16位までの方を呼んでなかったので、今日ちゃんとランキング発表したいと思います。皆さん遅くなってすみませんそうです、忘れてないです、私は そうですね、ランキング読む時間ができましたね。ちょっと待ってくださいね、ちょっとお待ちくださいね。
今からランキングを読んでいきます。久しぶりに開くけんさ、アップデートせないかんかったこっちの端末で久しぶりに七並び開いたけん、アップデートせんとあれやった、開けんかった。はい、お待たせしました。じゃあ100位から16位の方をこの間読めなかったのでランキング発表したいと思います。よし、じゃあ読んでいきます。先月のです。そう、第43回の推しメンイベントです。ちょっと遅くなったんですけど、この間1位から15位の方を紙に書いて発表したんですけど、その時にもう一つのこっちの携帯の方が充電するの忘れてたのでちょっと発表できなかったので、今月ちょっとギリギリになっちゃったんですけど、はい、発表させてもらいます。いきます。100位大根雑さん、99位瀬戸次郎さん、98位モカンさん、97位キヨさん、96位小地里さん、95位ピムリコさん、94位ハルさん、93位タカシンさん、92位ニコライさん、91位ひなたさん、90位シーマさん、89位リンクさん、88位ミクさん、87位ウェンディさん、86位進撃の顔文字さん、85位バラちゃん、84位こじやすさん、83位吸血鬼みゆきさん、82位既読スルーされたってさん、81位たかちゃんさん、80位タクトさん、79位まなぶんさん、78位は私です77位はダースーさん、76位はあっちゃさん、75位はヘギオさん、74位は肩の人さん、73位はおなぼうさん、72位はヒロアさん、71位はヤッシーさん、70位は緑の直角三角形さん、69位はファッツさん、68位はウィーウィッシュさん、67位は神戸のまさひろさん、66位はしんのすけさん、65位はおかえりもにょさん、64位はななこさん、63位はヘナくん。ヘナくん、なんかくんって終わってる時の名前の呼び方が私は定まりません。ヘナくんさん62位コロッケさん、61位ライクさん、60位シュンさん、59位榊原生徒さん、58位ローリングさん、57位愛こじ応援中さん、56位ケイチさん、55位アヒルさん、54位シロウサギさん、53位シンさん、52位はアンフォーギビンさん、51位はヒゲメガネさん、50位はレンレンちゃん、49位はソアラーさん、48位はナペナペさん、47位はセンちゃん、46位はヘリアンさん、45位はタルタリストさん、44位はタプタプさん、43位は
千と釣りの神隠しさん。42位はダイダイさん。41位は奇跡の左足さん。40位はなぞなぞねるねるさん。39位は森彦さん。38位はソリオさん。37位はバッサーさん。36位はポッポさん。35位は小次郎さん。34位はビリーさん。33位はズーミーさん。32位はもやさん。31位は高崎彩子レオくん推しさん。30位は佐賀のりさん。29位はビリーさん。28位はヘスターさん。27位は神崎先輩。26位はユッケさん。25位はおっくん。24位は雄大さん。23位はマフェリアスさん。22位はムンさん。21位はシャンくん。20位はカエカエちゃん。19位はヒロッチさん。18位はカジさん。17位はクジマサさん。16位はエドモンドさん。で、一旦終わりで15位はヒーくん。14位は高うなさん。13位はこたつ猫さん。12位はキヨさん。11位はしのちさん。10位はまちゃさん。9位はあいこじの笑顔が好きさん。8位はハルキングさん。7位はヨッシーさん。6位は青鷹さん。5位は癒しの羊さん。4位はカタカナのタカさん。3位はゴマの孫さん。2位はさくらさん。1位はおにちゃでした。以上で終わりです。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。やっと読み終えたやっと読み終えました。花火ありがとうございます。ありがとう。ウインクして、やだやだ、嫌です、嫌です。無理です そこに理由は、正当な理由があるんですか ノーと言える愛子人花火タワー、ありがとうございます。え、嬉しい、ありがとう、イエーイパン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 、ありがとうございます。
嬉しい、ありがとう。私が突然始めた浴衣配信ありがとう。お、圭一さんもありがとうございます。ありがとう。浴衣は浴衣はありがたわ。浴衣はこれはウインクしないといけないの私。ウインクする強制ですか。ウインクはそういけないの。これお花ですね、花飾りは。じゃあちょっと待ってくださいね。ウインクをしたいと思います。ではウインクをしたいと思います。 3,2,1 カタカナのタカさん、浴衣似合ってますか。花火大会一緒に行きたいですね。下手くそですね。ウインクしましたよ、ちゃんと。ドキドキした。嘘絶対嘘。嘘。ありがとう、タワーありがとうございます。わー、はーい、花火タワーありがとう。じゃあ次、こんなウィンクでいいんですか。本当に私ウィンク下手
下手なんだけどな次生きててよかった？嘘だ嘘だタワーくださった方の特権ということでウインクはちょっとなかなか簡単には出さないのでちょっと特別ですよウインクはやっぱり激レアさんですよはい、前髪が邪魔。ケイチさん、タワーありがとう。もし夏祭り一緒に行ったらベビーカスを買ってちょう何これ買ってくださいイエーイ、ありがとう。ベビカス知らない？みんな。買ってちょん。買ってちょん。ありがとう。ありがとうございます何個でも買うわ。めっちゃ買わせますね。もし買ってあげるよって言った方がいたら、もう遠慮は私はしないので何個でも買わせますねはいはいありがとうございます。次あってさ、花火の竹みたいな、なんて読むこれ、何タワーなのか。花火タワーでいいか。
はい。あ、筒？なるほど。花火の筒ね。上がる前の筒です。はい。あっちゃさん、花火タワー？四尺玉タワー？ありがとうございます。さてはウインクが、さてはウインクが見たかったんですかね。ありがとうございます。ありがとう。昨日じゃない明日見に来てくださる予定だったんですよね、クアトロ。また会いに来てください。ウインク疲れるウインク疲れるんだけどピエンでした。それは本当にピエンです。また会える日を楽しみにしてます。それはピエンです。ありがとう、あっちゃさん、ありがとう。こんばんは。木体も残念ですね。でもすぐに皆さんとお会いできると思います、きっと。焦らずに、皆さんもそれまでは感染対策しっかりしていてください。私もちゃんとしたいと思います。手洗い、うがい、外出するときはマスク、アルコール消毒、黙食、しっかり徹底して対策しましょう。はい。12日ね、無事にできたらいいですね。私も気をつけます。じゃあそろそろ終わろうかな。早いかな、終わるの早いですか。え、終わろうとしてるんだけど早い早い。まだ46分。そんなに配信してないか。もうちょっとじゃあ配信します。
わかりました。わかりました。もうちょっとじゃあ少しだけ配信したいと思います。大丈夫ならもう少し見てたい。おーすごい。なんて控えめな。なんて控えめなんでしょう。アンコール、アンコール。浴衣の思い出がまだありましたら。おお、浴衣の思い出ですか？思い出ですか？他にあるとしたら。ですね、あ、私がめっちゃちっちゃい時、私の最古の最も古い夏の思い出が浴衣じゃなかったかな、ジンベエかもしれないけどを着て、お父さんとお母さんとなんか3人で夏祭りに行ったんですよ。なんかその時だけ私一人で、兄弟が誰もいなくって、でお父さんとお母さんを私一人だけが独り占めの状態で多分浴衣着てたと思う。でも一番古い夏のイベントの思い出がそれなんですよ。まだ福岡に住んでた時で、でお父さんとお母さんと確か博多のなんかお祭りかなんかに行ったんですよ、3人だけで。それがなんかめっちゃ楽しくて、なんか3人家族になったような気分でめちゃくちゃ新鮮だったのを覚えてます。何食べたかとかまでは覚えてないんだけど、サイコに反応する小島にあ、そっちのサイコじゃないですよ。サイコパスのサイコじゃないですよ。サイコ最も古い。そう、なんかね、一人っ子気分になったんですよ。だからなんか私がなんか一人でお父さんとお母さんと歩いていいんかなっていう気分になりました。その時のなんか周りの風景が今でもなんか覚えてて、なんかこの今のショールームのこの背景みたいな感じで提灯がこういっぱいバーって商店街みたいな感じのところにバーって並んでて、もうブワーってそれでなんかそこを両親に挟まれて、浴衣、多分浴衣だったと思う、まあもしくはジンベエかな、着て3人で歩いたのをなんかなんとなく覚えてます。うん、髪飾り、これお花ただつけてるだけなんですよ、正直言って。刺してるだけ、なんかお花の飾りだから本当の髪飾りじゃないんだよこれ。でもなんで3人で歩いてたか覚えてない、なんででしょう、なんででしょうか。なんでだと思いますか。髪の毛、うん、ハーフアップですね、これは。大喜利大喜利が始まっちゃう。なんでか、
でも多分ね、3歳とかだったんですよね。私妹は今いないですね。妹いないけど、なんであの時私一人だったんだろうみたいな。なんか怖くなってきた。なんで二人がいなかったん。二人がいなかったで、二人とお父さんお母さんと二人がだけいたんだろう。なんか怖くなってきた。お母さん覚えとるかな、聞いてみます。実はほら実はほら、いや夢じゃない、絶対ね、行ったと思うよね、お祭りには。あ、思い出した。思い出した、今めっちゃパッて思い出した。なんか私以外の兄弟が確か、確か めっちゃ貯めるけど、なんか普通にあのおじいちゃんおばあちゃん家に確か行ってたと思う、私以外。なんか私行かなかったんだよね、幼稚園のなんかで、なんか地味に日にちが合わなくて行けなかったんだよね。だから多分お父さんとお母さんが連れて行ってくれたんだと思う。一人取り残されたから、確かそんなんやった気がする。うん、普通の話でした、すいません。いい話でしたね、ホラーじゃなかった。これでぐっすり眠れます。そうでした、いい家族話でした。こんばんは。でもそろそろ終わります、いい時間になりました。じゃあ終わりたいと思います。13位キヨさん、12位アンニョンアイコさん、11位ヨッシーさん、10位オミカンさん、9位シンイチロウさん、8位タッキュンさん、7位ウォニさん、6位クジマサさん、5位アッチャさん、4位ベルビアンカさん、3位シャン君、2位カタカナのタカさん、なんか飛ばしてる？飛ばしてないか。1位はケイチさんでした。ありがとうございました。ありがとう。いきなり浴衣配信しちゃってなんかすいません。何も前触れなくサプライズになっちゃいましたね。ありがとうございました。ありがとう。本当に可愛いです。あらあらあらありがとうございます。皆さんまた明日、今日
今日はいろいろありましたが、皆さんも元気そうでよかったです明日は中止になっちゃったんですけど、明後日も中止になっちゃったんですけど、私も元気でいるので、皆さんも元気で元気に過ごしましょう。お体にはお気をつけください。私も気をつけます。浴衣配信でした。ありがとうございました。バイバイ。じゃあねー、またねー、バイバイ。バイバイ。